俺は葵くんだな。俺も葵だな。俺も葵かな。何人乗ってんの。ついででしょ。, 笑った顔とかがちょっとたまにこうワンちゃんに見えてくる時がある。ああそう、かわいい。ほらゴールデンレトリバーっぽいんだよね。ともくんかな。うん、よく分かってる。みんながワイワイしてる中、一人でちょっと落ち着いたりするんで、そういうとことかはいいんじゃないかなと思います。じゃあカップル成立ということで。はい。こういつもさ髪の毛こう下ろしてる人がこう上げた時とか。あ、分かる。その脇とか。髪のことを言ってる。あれ？無防備な感じ。レンカ面白いこと言うじゃん。そしたら、うん、いやもうレンカ面白いみたいな。100のトークよりもワンタッチってよく言う。何それ言うじゃん。え、初めて聞いた。俺初めて聞いた。俺もあと横からこう持っていくパターン。横から。それ俺好きだわ。俺あるでしょ。お互い の落とし合いやめましょう。まあ俺は翔平だけどね。そうだ、どうしよう。みんなにさかっこよすぎるからさ、モテすぎるみたいなとこあるよね絶対。テレビねの前の人みんな思ってよ、私じゃ翔平くん無理だわみたいな。かっこよすぎて恥ずかした、うん、俺も翔平かな。お、ほら裏切りのさ、うん、うわでもな際どいよねこの二人。結構でもね、レンケナンバだからね、なんて言ったって。いや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 、プライベートは違うでしょ。なんかもっと真面目な感じでね、後半戦に向けての。だからそれ入ってないからね。あの回を重ねるごとに、まあ2両のメンバーだったり1両3両、まあ全体ですね、一丸となってきてるので、うん、もう1話とは比べもなんないぐらいこうまとまりが出てきてると思うんで、その辺をねこうよく見てもらえたらなって思います。今僕に決め顔したの。